いやー、第6章、大変なことになったな。これどうなっちゃうんだろう。今後の展開が全くわからないです。全力タクティクス、行きたいと思います。行きましょう。レオナさんメインなのかな、今回は。今回こんな感じのメンバーで行きたいと思います。ジャメル持ってなかったから、ゲストのキャラクターで選択してきました。行きましょう。スタート。今の話聞こえたか？冥府に近づいたらヤバいって話。ええ、リドルの件は雷帝の槍の使用で魔力を使い果たしたのも原因かと思いますが。ああ、気を失ったのはそれか。最後の一撃を打つ時でさえちゃっかり余力を残しているとは、さすがのセコさだな、タコヤの。本当だよね。アズールはさ、ちょっとだけ余力残したんだろうねリドル君はもう全力出し切って意識がなくなったっていう、そういうことかと言いたいところだが、今回はいい判断だ。確かに2人とも意識なくしたらさ、まあ、情報も伝えられないしな。もしあいつが力を温存してなかったら、赤い坊ちゃんと2人揃って冥府の底へ真っ逆さまだっただろうからな。アズールのことだ。あの場に残ると決めた時からリドルが力を使い果たしてしまうことを想定していたんでしょう。リドルは学年主席の優等生であると同時に、一度火がつけば止まらない爆弾として有名ですから。まあな。だが奴らがそこそこ時間を稼いでくれたおかげで、この辺りにいたザコファントムは大方砂にできた。お、これであのデカブツとの取っ組み合いに集中できそうだ。マジか。スティュークスのスタッフたちは全員第一層のハッチへ救援に向かわせましたが。お、何？じゃあここは片付いたってことか。本当にこの場を放棄させてよかったんですか？あのチンタラしたペースじゃイデアたちがここに到達する前にハッチは閉じられない。あいつらをタルタロスから出さねえことが目的なら、ここで食い止めようが上で食い止めようが同じことだ。どんくせえ奴らにうろうろされてじゃ俺のキングスロアが使いづらいだろう。いやー、レオナさんも頑張るのか。レオナまでさ、髪の毛白くなっちゃったらやばいよ。あっ、オルトが再びタルタロスの壁を登り始めた。来たか。戦いを長引かせすぎればこちらの正気が奪われてしまう。そうだね。引き際の見極めが肝心ですね。いや、めっちゃむずいよ戦う前から引き際ばっかり考えてるから器用貧乏になるんだよてめえまた怒られちゃったよ、うん、まあもう勝負んだよな。ジャミルの獅子はウサギを狩るにも全力を尽くす。ここであいつらの夢を砂に変えてやるはい、やるしかない。タンクと近接アタッカーのコンビか。毎ターンアタックアップと回復バフがかかってる僕らの敵じゃないねやめてくれ、マジで強かったよあんたら。始まった。僕らは自由を手に入れる遊んでやろうまたリディアがさ、このセリフのところに出てきたよ。ちゃんとここからが正念場。本気出してぶっ飛ばしちゃおう。もう本当にさ、イデアとオルトつながってんだね。さあ行きましょう。どういう感じでやっていこうかっていう。そう、リディアがね、ジャミルと両魔法打てるんだよね。うまく使っていきたいっていうところなんだけど、これあれだな、リユースのデュオ持ってないね。今回はレオナと、そうだな、ジャミルにしようか。俺もそうする。しっかり役に取っておきだ。始末たわいない。お、遅くそうだったか。いや、結構苦戦するかも。マジか。え、なに今ダメージ食らったよね。めちゃくちゃむずいじゃん。
了解した。良い策じゃ。そうかな。大丈夫か。これが禁物じゃ。禁物。とりあえずできるだけのことをやりたい。やるようなダメージ食らってんね。継続ダメージ。ああここでデュース。なるほどな。そうだな。どっちにしよっかな。エース。非属性かな。しょうがねえな。こっちのエースで。とっておきだ。エース。一丁焼き入れてやろうぜ。出たデュースの悪ごろく。頑張れデュース。おお。コンボ決めるよ。かなりいいんじゃない。ほいっと。いやマジか。いやかなりいい勝負ってか、あーちょっと押されてるか。あーこれめっちゃむずいね。そうだな、レオナ最後リディアにしよっかな。いいぜ。はいはい。ほらほらほら、受けてた。OKOKOK。うっとうしい。エース頑張れ。エース頑張れ。お、これ勝てんじゃない。お、やったやった。承知した。龍魔法先に使えるね。よくどっちがさ先に来るか。お前は俺の手の内だ。あっと盛り上がるぞ。ジャミル、リリア先輩にお付き合いします。行きましょう。お仕置きの。やった。いやめっちゃギリギリだ。見くびるなよ愚か者め。これ強くない、マジで。ギリギリだったんだけど。この襟を使うしかねえか。てめえも手を貸せ。ありったけの魔力を槍に注ぎ込め。わかりました。いきますよ。あー、こいつらも足りない魔力を自分で使うのか。あー、ストーリークリア。どうなるんだろう。配役チェンジ、いきましょう。何？どうなっちゃうの？はいいよ、ひるんでるんじゃない？ボルト！どうすか？虫キラどもが一度ならず二度までも許さないぞ。チッ、とどめは刺せなかったか。でも今の一撃で多少の足止めにはなったはずです。ブロッドの溜まり方が普段とは桁違いだ。やっぱりこの環境が良くないのかな。冥府の底から間欠泉みてえに吹き出して辺りに蔓延してるブロッドのせいか。やっぱりそうなんだ。おい、ここいらで離脱するぞ。ビル、それから管制室のギークども、聞こえてるか。偉そうだな、お前。大きな口を叩いた割に、撃破には至らなかったみたいね。これだけ待たせておいて出番を回さなかったら、どこかの目立ちたがり屋に、後で恨まれちまいそうだな。それはそれは、お気遣いどうも。化粧直しはもう済んだな。リップを塗り直す時間があれば同じだと思ってたけど、おかげさまでヘアセットまで完璧よ。マジで？フィナーレを飾る準備はできた。ビルさん、頑張れ。あんたたちは袖に下がって、カーテンコールを待っていなさい。そりゃよかった。それじゃ、前座はここいらで退場させてもらうぞ。チャリオットを出せ、ジャミル。上昇します。しっかり捕まっていてください。おお、とりあえず無事に役目を終えたって感じなのかな。つなぐね、みんなが。みんなでつないでいく。行こうか。冥界ルール。はい、今回こんな感じのメンバーで行きたいと思います。行きましょう。スタート。ボルト、ボルト、大丈夫？兄ちゃん、
丈夫だよ。まだ体がビリビリしてうまく動かせないけど。雷帝の槍、倉庫の隅でほこりかぶってるガラクタだと思ってたけど、これほど厄介な代物だとはね。これ 100% だったらどうなってたんだろう。ステークス製の魔導アームスと違って、イニシエの魔法道具は僕のコントロール下には置けない。あの槍を持ち出してくるなんて盲点だったよ。ああ、想定外だったんだ。さらに自分たちの魔力を直接槍に充填して威力を上げてくるなんて。これだからご両親脳筋プレイヤーは嫌いなんだみんな脳筋プレイヤーなんだよな。向こうがご両親プレイをするならこっちもパワーで押し切ろう。大丈夫、このボディは超パワータイプだ。それに僕、兄ちゃんと一緒なら負ける気がしないよ。結構さ、連戦になるよなこれ。タルタルスの出口までもうすぐだ。頑張れる。もちろんさ、友達もみんなまだまだやれるって。おいおい、ファントムたちのことか、それは。さと、まっすぐ、さと。え、この横にグリムがちょこっと乗ってんでしょ。やっと、嬉しい、嬉しい。いたな。これさ、グリムがくっついてること知ってんのかな、オルトたちは。知ってるよな。行こう、オルト。なんか、なんで連れてきたんだろう。うん、兄ちゃん。どういう風に思ってんだろう。非常階段。お？またタルタラスの壁を登り始めた。雷帝の槍、80% 充電が完了しました。おお、マジで言ってんの？めちゃくちゃいい感じじゃん。今使える魔導エネルギーを全て集中させ充電に当てたが、 100% には至らなかったか。 80% あれば十分よ。ありがとう。いやー、これいよいよ本当にこれ最後のバトルになるかもしれないね。ここは戦いの場になる。ステュークスの皆さんは安全な場所へ。わかった、どうか無事で。マジで頑張ろうな。私たちのすべきことをおさらいしましょう。まずファントム化したオルトからイデアを引き剥がし、オーバーブロッド状態を解く。オルトからイデアを引き剥がし、わかりました。次にオルトに取り込まれているグリムを救出、そしてオルトと融合し冥府から抜け出したファントムたちを再び冥府へ送り返す。やること多いな。最後にまだある。ケルベロスシステムを復旧し、タルタロスと冥府を再び封印する。大変ですね、これ。やばくない？大丈夫、頑張るの、エフェル君。僕たちはオーバーブロッドしたビルさんを正気に戻して VDC で踊り切ることだってできた。やったな。今度だって絶対やれる。コジャガのくせに。コジャガ。それでこそさ、ムシュー・ヒメリンド。さあ、私たちの準備は整った。管制室の皆さん、ケルベロス復旧のめどは立ったのかい？状況は芳しくない。タルタロスと冥府を制御しているケルベロスシステムは、本来は万人たるシュラード家の遺伝子認証によってシャットダウンおよび再起動が行われる。うん。しかし今回の事態を引き起こしたのはシュラウド家の人間だ。なあ、なるほど。いやー、ということはやっぱこれは一回さ、やっぱイデアたちを倒さないとどうにもできないみたいな感じなのかな。緊急事態発生時のために設定されている制御コードを何度も打ち込んでいるが、オルトに全て書き換えられてしまっていて、外部からのコマンドを受け付けない。うん。手を尽くしてはいるが、しでかしたことの始末は自分でつけてもらうしかないということね。わかった。イデアとオルトのことは私たちに任せてちょうだい。了解した。我々も引き続きできることに全力を尽くす。頑張ってください。
来るんじゃない？イデアさん、正気に戻ったらおとなしく従ってくれるかな。わかんないよね。従わなくても従わせるわ。お、ナイトレイブンカレッジ流の方法でね。どういうこと？ナイトレイブンカレッジ流って？何それ？入学式の日に言ったことを忘れたの？小さなジャガイモちゃん。なんかあったっけ？ナイトレイブンカレッジでは弱者は強者に従うのがルールよ。おお、そういうこと？負け犬がガタガタ言う資格はない。私たちが勝ったらイデアの意志がどうあれ従ってもらうわ。弱肉強食、我が校の校風は実にシンプルで美しい。登ってきたよ。来た。チャリオットは僕が操縦します。先輩たちは攻撃に集中してください。エペル君が操縦を？大丈夫かい？大丈夫、マジ吹っ飛ぶだから。地元じゃ農業運搬車で畑作業を手伝ってたんで、屋根のねえバギーの運転は慣れっこです。そういうこと？それとチャリオット一緒にしていいんか。さあみんな乗って。監督生は応援かな。頑張れ。応援する。おお、どんどん近づいてくる。いいあんたたち、ここが最終防衛ラインよ。私たちの日常を取り戻す。この戦い負けられないね。頑張ろう。なんか今鳥肌が立ってる。グリム君を助けられるのは僕たちしかいない。頑張ろう。蹴っ払ろう監督生。蹴っ払ろう。今こそナイトレイブンカレッジで最も古く最も美しい我らがポムフィオレの奮霊の魂を見せるとき。行くわよ。頑張ってくれポム。頑張れ。兄ちゃん上を見て。最後はタンクと遠隔アタッカーのパーティーか。盾役が2人いるなんてラスボス戦らしい編成だね。はあ、君らも相当しつこいね。外まであともうちょい。最後でつまずくわけにはいかないんだ。なんで僕らの邪魔ばかりするわけ。ヒーロー気取りか。うざったいな。最終防衛ライン。ヒーロー、いいわね。一度くらいキャスティングされてみたい役どころだわ。確かにビル悪役が多いからな。でもここにはヒーローもヴィランもいない。あんたと私は我を通したいだけの同級生。最後に立っていた方が夢を叶える権利を手にする。さあ全力でぶつかり合いましょう。最後まで舞台に立っているのはこの私よ。かっこいいじゃん。僕らは自由を手に入れる。かじりつくなんて。行きましょう。あー、もう無制限じゃん。これが最後の戦い。あ、やっぱ最後なんだ。一緒に行こう、兄ちゃん。頑張ろうぜ。6万。さあ。火属性か。そう。エペル君がゲルとデュオなんだよね。それを上手に使いたいなと思ってます。静かに確実に許可しよう。ミドル君待って。役に立ったよね。剣士動く。これはよくも邪魔してくれた。何何、めっちゃ強いじゃん。やばくない？あ、どうしてやろうかしら。これでいいんじゃない？とっておきだよ。痛いのは自業。やばいって。つまらない。これ勝てるか分からんな、マジで。ビルさん、今日の僕は一味違います。おめでとうエペル。お手並み拝見ガラス。どうだ。うわー、なかなかまだ。
マジか、これどうする。そうだね、フィドル君でしょ。火属性が来ると信じてルーク、足音は禁物さ、行こう。役に立つよね、甘いコンボ決めるよ。これうまくいったら、ああ、いいんじゃない。はい、よし、次次第、かなりいい勝負だな。マジか、これ何、あー、攻撃耐えられるかっていうさ、心配があるんだよね。火属性でいこうか最初。そうだな、エースでね、悩んでる。エースどっちも使うのは今もう確定してるんだけど、どっちを先に出すかで悩んでる。でも最初に木が来たら詰むから、やっぱ最初は火のエースかな。任せとけって。水、しょうがねえ、これでいこう。コンボ決めるよ。お、くらえ。よっしゃ、よくも邪魔してくれたな。うわ、ゲンだよ。めっちゃいい勝負だった。オブな、見かけより甘くなかったかな。危なすぎでしょ。いや、めっちゃ大変だったわ。あ、間違えて飛ばしちゃった。もう一回さっきのところで行くから、ちょっと待って。オッケー、帰ってきました。バトルフィニッシュ。俺に勝てると思ったの。僕もう落ちちゃう。オルト、今よ、内定のやりで最後の地域を狙いを任せておくれ。ありったけのパワーでぶっ飛ばしてやる。これはもう 100% の内定のやりなんだよ。はぁ、来たね。行きましょう。エンテイダウン、決着つくかな。はあ、もう少し、もう少し、頼み、オーバーブロッド解除。オッケーオッケー。オルト君の体が崩れ始めている。チャリオットと限界まで寄せら。チャリオットと限界まで寄せら。監督生、オルトザ取り込まれたグリムット引っ張り上げろ。素が出てますよ、エペルさん。グリム、ちょっとやっと再会だよこれ。グリムは大丈夫なのか。お、この声は、コブン、俺様、僕、兄ちゃんのヒーローにはなれなかった。いや、オルトどうなっちゃうんだろう。え、オルト、オルトマジどうなっちゃうのこれ。オルトくん、今度こそお前は置いていったりしない。え、なにこれ、イデア、イデアもいなくなっちゃう、まさか。にちゃん落ちていってるよ。いけない、このままじゃオルトの体ごとイデアとグリムまで冥府に落ちてしまう。やばい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 、行かせない。ビル、やばい、近づいたら危ないんじゃない。でも待って、うわ、これなんか嫌な予感がする。あのさ、
老いが進むとか言ってたよね。でビルはさ老いを経験したいみたいな話はさちょっと前にあったじゃん。老いてしまうんじゃないかビル、なんかそんな気がするんだけど、嫌な予感がする。うわーこれどうなんの。ビルさん、あんたナースンズ、マサがビル行っちゃうよねこれ。マスンだ、やばいって。なんか今さ全てが繋がった気がする。ビルこれやばいって。うわマジか、ストーリークリア。はっ一番下じゃん一番下まで行くのこれ。もうびっくりなんだけど、いや、ま、超気になるんですけど、まあ今回はこれぐらいにしましょうか。キリがいいですね。うわぁ、あーどうなっちゃうんでしょう。続き気になりますね。また次回やっていきたいと思います。ではよければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。